石橋秀野は、廃人。俳句評論家、山本健吉の妻。明治42年2月19日、奈良県に生まれる。旧聖野部、文化学院文学部卒業。文化学院中学部の時、学館、よさのあ子に短歌を、高浜巨子に俳句を学ぶ。大学部では成果に俳句がなかったため、勝手に作って、巨子に見てもらっていたという。昭和4年。 俳句評論家の山本健吉と結婚、石橋生となる。昭和13年頃より、横光リーチの十0日、回会に参加、俳句を復活し、石田破響、石塚裕次らと愛知るようになり、鶴入会。後に、鶴家大工の戦者となり、鶴を代表する、女流俳人として活躍する。昭和二十年には、夫の島根新聞社不妊に従い、島根県に移住、松江、 鳥取の鶴廃人たち特会を催した。昭和21年7月には夫が京都日日新聞社論説委員となったため京都に転居。しかし戦時中の疎開生活中に病に侵され、昭和22年9月26日、京都歌の療養所にて38歳で死去。約10年間の作品と随筆12編他による区文集桜国は、 追悼の意を込め観光され、第1回、某社賞、1954年イコール第3回から、現代俳句協会賞に名称変更を受賞する。無料住院の石橋汁類大の墓に眠っている。石橋秀野は、松江創上事件が行われていた当時、島根県に住んでいた。石橋は、地裁判決に際し、しわす日この日、 判決下りたる島根県庁焼打事件の被告たちの家族、徒歩にて刑務所に帰る被告を目送のため裁判所横の電柱の陰に他のズメルに行きやして3区として次の3区を読んだ。この後、石橋は1947年に京都で死去した。これら3区は石橋の死後1949年に刊行された区分集桜国に収録されている。 網ミは、法廷で、被告人が被せられていたものであり、また、主婦とは、束の間といった意味である。久松ま日、多著、現代日本文学大辞典、明治書院、松井俊彦編、俳句辞典、辞典近代王風社。俳句造刊、現代俳句辞典、角川書店、ありがとうございます。